では佐伯優子編続きやりましょう。なんかあれだよね、そう、あそこのドアの鍵をロックされて積んだかと思ったらすぐ横の壁が崩壊するという、なんだその強運はっていうような出来事があったので、そっちを進んでいきましょう。こっちは面会室か。前回見たところ反対側だね。あー、水がすごいことになってきてんな。早いとこ脱出しないと。今の私には電話する相手さえいないわ。悲しい。いたとしても今通じないだろう。あ、なんかある。あ、上着っぽい。こういうの大事。保温しましょう。ジャケット。あ、そか、でもそういう感じになるんだ。手錠かかってるから、ちゃんと着れないんだ。これは、資料っぽいなんかの。捜査報告書、取ります。大事なやつなんじゃないの。佐伯が冤罪だという証拠をなんか手に入れてくストーリーなのかな。だって災害から逃げられても容疑かかったままじゃ佐伯的にはハッピーエンドじゃないもんね。多分そういうストーリーになってくと思うんだけど。佐伯聡殺害事件出た。捜査報告書2010年12月24日。はいはい。佐伯優子取り調べ報告。容疑者佐伯優子は精神が安定していないためか、こちらの質問に全く応じず黙秘を繰り返し、兄である佐伯聡の殺害を認める供述は取れておりません。佐伯聡宅、現場検証報告。本日午後1時3分から佐伯聡宅の現場検証を開始。数点の証拠物を確認できました。特に凶器であるナイフと佐伯聡が着用していた衣服から指紋が検出されましたので、鑑識に渡し容疑者の指紋との統一性の確認を急いでおります。まだ確認取れてないんじゃないの、ひょっとして。まだ同一の指紋かどうか。まあ、ここの、この捜査報告を読む限りだと。まだ証拠不十分なんじゃないの、実は。どうなんだろうな。この捜査報告の続きあるかな。鑑識結果とか。あとは、あ、資料、こういう資料系。資料系見せて。富坂市事件簿。読む。2010年下半期事件簿。ひったくり犯人を逮捕。9月2日午後8、てかこれ何ページもあんのか。これ全部読んでらんないな。ひったくり犯人を逮捕。不法就労者を強制送還、はあ、ホステスと働いていた外国人を検挙し送還した。拳銃発砲犯人を逮捕。中断散髪が打ち込まれる事件が発生、広域暴力団に所属する幹部組員41歳。おお、これちょっと重要そう。これなんか、ちょっと待って、他には架空請求で恐喝4人を逮捕。なんか関係なさそうな事件がいっぱい散りばめられてるけど、この中のどれかが実はストーリーに関係あるみたいなやつでしょ。だってこれ絶対絶命都市1の時も似たようなのあったもん。全然関係ないのばっかじゃんって思ったら、どれかしらは佐伯お兄ちゃん殺害事件と関わってるとか。だからなんかこの暴力団とか怪しいな。暴力団組員がもしかしたら出てくるかもしれない今後。同じようにこうやって脱走してるかもしれないね。これはカップスープ取っとこう。脚立？脚立どっかで使うのか。ちょっと待って、いろいろ調べない。あの割れた窓から出られる。ああ、それで脚立か。オッケーオッケー。こっちはなんだ。これはカツ丼コンパス。舐めてんのか。本物をよこせ。なんなんだよ。ふざけてんのか、マジで。なんもないな、他には。オッケー。脚立で出よう。外の空気を、シャバの空気を、吸いに行こう。やっと外に出れる。こうか？こうか？あ？こうか？ん？あれ？出れないよ。出れないよ。あ、出た。
これ、ちょ、これ本当にうまく操作できないんで、おっしゃ。うわ、何このスロー、そんなに危ないってならないよ。いや、普通に片手で出るんでしょっていう。よし、出れた。じゃ、こっからどうすんだろう。おい、なんだってこんなことになってるんだ。あー、出た、やっぱりこういうのか。こっからなんか警察の目を盗みながら進んでいく感じのあれになってくんじゃないの。羽城川が決壊したからってこの地区に避難勧告が出るものなのか。佐伯編ちょっと難しそうだな。知らないよ。あ、警察は辛いな。住民はもう避難してるのにな。まあそうだな、大変だな警察。ああ頑張れよ。宮沢駅の北口から避難バスが出てるって話だぞ。ほう、目の前じゃん。気づけよ。気づかれたら困るけど。お、どうすりゃいいのこれ。え、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 なにこれ。あ、うわー、出た、スニーキングミッション系。あ、あえて今後ろ向いてるからその隙になんか物陰に隠れてとか。お前は早っ。もう逃げられんぞ、観念しろ。嘘、早すぎだろ。もう消息不明。いや、消息は分かるだろ、捕まっただけでしょ。消息は分からないとおかしいだろ。警察という組織に疑問が残るだろ。どうせんだ、しばらく隠れてた方がいいかな。ふん、ちょっと様子見よう。あの左上の足だけ見えてる警官がどう動くか。行ったか。行った。あっち側行けばいいのかな。でもなんかこっち側に扉見えたんだよな、さっきこっち見た時。あ、なんか入れたりしないだろうか。今体濡れちゃってるもんね。早速あったわ、温まりポイント、やったぜ。狙い通り。あ、しかもアイテムもある。来てよかった。自分の動物的。あ、傘、これはいいアイテムだ。黄色い傘、雨強いもんな、外すぐ濡れちゃうもんな、ね、終盤のシャブハラほど厚着でもないし。なんかいろいろあるな。持ちきれるかアイテム。これなんだ、これなんだ。非常時持ち出し袋、装備、あ、カバン系のアイテムか、もしかして。あ、背負ってる。もしかしてアイテムの容量増えたな。やったね、これで持てるかな、いろいろ。お装備します。おこれ手錠しながら着替えんのも大変だろう。これは、おー、そういう感じ。服は着れないでしょ、手錠してあるんだから。上着だってジャケットだってちゃんと着れなかったのに。まさかそんな着てる。マジか。これもしかしてカモフラージュできんじゃないの。不敬ですよって感じで警察をカモフラージュできる可能性ありますよ、これ。あ、これ、あえてジャケットとか脱いだ方がいいんじゃないの。ちょっと待ってな。装備。ちょっと寒くなっちゃうけど、ジャケット一旦脱ごう。すまん。佐伯すまん。あ、カモフラージュ。なんかこのリュック背負ってんのはおかしいけどな。リュックばっかりはどうしようもないからな。あ、他にもいろいろあんぞ。コスプレグッズか、また。高級片手鍋。これも頭に被ったりするか。すごい。コスプレ部屋だった。ロッカーとか何もないかな。しっかり鍵がかかってるわ。まあ、ここは何もなさそうだな。よし。一旦温まって。うん。温まりポイント触っとけば、もし失敗してもここから始められる。オッケー。これはすげえ寒そう。震えてる。そら寒いわな。ちょっと待って、あの警官どこだ。見張りの警官。
ね。あ、今後ろ向いてる。あ、でもまずい。あ、こっち見ちゃった。あ、ちょっと、あ、でもそっか、あれか。ごめん、混乱してた。今、父兄の格好してるから。やった！全然大丈夫じゃん。お前は。ダメなのかよ。もう逃げられんぞ。ダメなのかよ。でも結構、どういうこと？結構がっつり視界に入ってたけど、それは大丈夫だったよね。あんまり近すぎすぎると、まあ、手錠とかしてるからな。いくら見た目カモフラージュしても。それでバレちゃうのかな。でも、ある程度まで大丈夫そうだったよね。今の感じ。ちょっと待って、行ってみよう。あ、ほら。よっしゃ。話しかけたりさえしなければ、いけるのかな。門。あ、こっから出れるかな、大丈夫かな。他にはあっちも警察いんな、怖いな、近く通んの。あ、でもなんかある。ヒュー、すげえ、こんな近く通っても何も言われない。コスプレ最高だぜ。ちょっと何もないか。あ、めちゃくちゃ体濡れてんな。そういえば傘とか持ってんだったな。まあ今更刺してもしゃあないな。出れるかな、こっから。不敬ですよって。あの守衛ならこの門は開けられそうね。声かけよう。開けて。門を開けてくれませんか。開けて開けて。今開けるよ。ちょろ、警察という組織ちょろ。やったぜ。無能の極みだな、こいつら。はい、通ります、通りますよ。やった。よっしゃ、バカじゃねえの、バカ。俺は行くぞ。でもこれどこ行きゃいいんだ。ちょっと待って、地図。得意のマッピング能力。手錠を かけられた状態でよくこれを書き上げたもんだわ。不注意に近づけないわ。近づいたでしょ。開けてもらったでしょ。むつみ通り。どこ行きゃいいんだろう。ん？むつみ通りトンネル。付箋貼ってあるってことはこっちに。あ、こっちに行けるのかな？オッケー。あー、でもなんかあるかもしんないしな。この格好ならある程度大丈夫だからな。見つかっても。ちょっといろんなところ、調べたい気もするけど。渡れんのかな、カードで。あ、渡れた。あ、でも下手に行動すると危険だな。回路とか使っちゃうか。うん。思いのほか、このゲームはアイテムがすぐいっぱいになってしまうってことは、シャブハラ編で学んでいるので、どんどん使っていこう。あっちにも警官いるな。あれ、ここは渡れないの、このガードレール。あれ、あ、ん？リサイクルボックス的な。ああ、リサイクルボックスと返しおじさんがいる。ちょ待って、あの返しおじさんでさ、シャブハラが預けたもんがさ、なんかある。手に入るのでは。救急セット、もしもの時の救急セット、サンキュー。ちょっとよかった、いろいろ調べとくもんだな。おじさん、いらないものがあったらもらうよ。おじさん、傘とか刺さないの？まずどうしよう。服持っててもしょうがないもんな。不景服でこれから行くのであれば、無駄にアイテムを圧迫する。装備してない装備品は預けてしまおう。これで元の服には戻れなくなってしまった。コスプレのまま行くしかない。傘は大事だしな。救急セットは赤目スーツ。この辺も大事かな、ジャケットも。ジャケットは着ても大丈夫かな。あとは引き取る。これで、おっしゃ、いっぱいある。シャブハラが残していったものが、あ、これウエストポーチとかつけとくと助かるんじゃないの。
あとはちょっとテンション上がってきたぞ。サンタボとかいいじゃん。行きましょう。うん、よし。装備。あーでも不警棒不警棒を外すことになっちゃうのか。それはまずいな。コスプレ状態が解除されて普通に見つかっちゃうかも。まあ、上にジャケット羽織る分にはいいのかな。いいと多分思う。だってリュック背負ってても大丈夫なんだしね。あとはウエストポーチ。これでアイテムの容量が増える。増えたな、だいぶ。これだいぶアイテム持てるぞ。おじさんごめん、サンタ帽はいらなかったわ。ごめんおじさん。よし。あ、ちょっと待てよ、もしかしておじさんからこれできんのかな。ダメか。おじさんはさすがにその対象じゃないか。もうさ、その辺の警官とかさ、近づいて大丈夫だよね。大丈夫だよね。近づきすぎるとやばいんだよな、さっきの例があるから。この辺で、あ、ダメか。こっちはいける？あ、こっちじゃないか。オッケー。反対側な。魔界師おじさんにも会えたし、あっち側を目指そう。でもこのコスプレ状態がいつまで通用するのか。さすがにいつまでもこんなね、通用してなんかイージーモードみたいにはならないよね。一時的なもんだとは思うけど。いやー、ん？あ、やばいやばいやばい。な、貴様、最近行こう。待てー。やっぱちゃんとボイスが出るのいいね、名前デフォルトで。うん、よかった。あー、このネズミ男は。俺は逃げるぞ。緊急事態発生、凶悪犯が脱走した。至急応援頼む。応援頼まなくてもこのぐらいの距離だったら走って追いつけるだろう。手錠をかけてる女子だぞ。走って追いつけよ。なんでそんなあの距離で捕まえらんないんだよ。無能すぎるだろう。いやー、まだそんなにサムライブルーじゃないんだな、この時間帯は。まだそこまで水浸しではない。これからだな。いやー、警察無能ですわ。災害1日目、16時5分、ビラサワジオセクション。シャブハラと目が合うのはいつ頃かな。あー、転んじゃった。大丈夫？手錠かけてると走りづらいよね。ここまで来れば。ここまで来ればじゃないでしょ。こんだけサイレン鳴ってて、こんなピーポーピーポー鳴ってて、どうやってそう思えるんだ。そうか、急がなきゃ、逃げなきゃ。てか温まりポイントも探さなきゃ。だいぶ体濡れちゃったよ。回路効果でとりあえずなんとかなってるけど、どこ行きゃいいんだ。ちょっと待って、地図。まず地図を見よう。どこに行けばいいのか全くわからない。今ここにいて、全く付箋張ってないな。この感じだとあっち側に行けばいいのか。こっちの方よいしょ。あ、なんか人がいる。出来心できるんじゃないの。番組の途中ですが、緊急放送をお送りいたします。羽城川決壊の続報です。うん、今後もこの豪雨は続くとみられ、増水による被害の拡大が懸念されています。被害は富坂市西部を中心に広がっており、濁流による建物の倒壊が頻発しております。羽城川より西側の地域では緊急避難命令が発令され、住民の避難が始まっています。また避難中の事故により以下の方が危篤状態に置かれています。東野真知子さん、あ、片桐さん、小林昭夫さん、浦沢涼子さん、
片桐義恵さん。片桐義恵さん。この方たちは現在椿ケアセンターにて緊急治療を受けております。こうやってストーリーがつながっていくんだな。次のニュースです。こういうのいいな。警察庁より市民の方へ警戒を呼びかけるお知らせが届いております。韮沢区韮沢署付近の陥没事故に乗じて殺人事件の容疑者が逃亡中とのことです。身長は160センチ。手錠をはめており、ピンクのセーターを着用。逃亡っていうか、生きるために仕方ないとこもあるでしょ。閉じ込められて殺されかけたんだから。そんな事情ね、テレビの人は分かんないけど、よしよし、ちょっと背後から近づいて。行け。使えねえ。こっちの男は。でも出来心を仕掛ける相手がいないとかじゃなくて、何も持ってないって出たよな。こっちの男はもしかして。やったぜ、カイド。助かりまーす。ん？あれ？ん？いや、気のせいでしょ。なになに？おい、行こうぜ。ああ、手錠を見て、もしかしてって思ったのか。うわあ、行っちゃった。まあ、回路はいただいたけどな。出来心はどんどん仕掛けていった方が得しそうだな。まあ、デメリットある場面もあんのかな。メリットだけじゃなく、見つかった？佐伯優子はいたか？いえ、まだ見つかっておりません。住民の誘導もしています。そうだよ、住民を避難させる方が優先でしょ。何のんきなことを言ってるんだ。佐伯優子は兄を殺した凶悪犯だ。それもどうせ証拠揃ってないんでしょ。ろくに。これで逃がしたりしてみろ。その時は分かってるな。一人でも多くの命を助ける方が先でしょ今は。はい、最優先で捜索に。最優先はおかしいだろ。ほんと無能だな、あのネズミ男。え、これどうすりゃいいの。警官見張られてんじゃん。後ろ向いたりするかな。その時に行けばいいのか。どうなんだろう、警察の格好、府警の格好もう通用しないかな。なんかもう通用しなそう、なんとなく。よっしゃ、後ろ。ここを通って、え、あっちの方行くのか。ちょっと待って、とりあえずこっちの方に行ってみよう。あ、あの二人。うわ、やべえ、なんか嬉しい。そうだな、最初はこんな格好してたな、藤宮。いつからふざけたな、素姿に。あ、はいはい、あ、ごめん、なんとなく止めちゃったけど。あ、やっぱり今のそうだな。今の分岐でしょ。あの、シャブハラ編で、あの、警察に聞き取りされた時に、あそこにいますよっていうのを選んでたら、ここでちょっと大変なことになってたみたいなのがきっとあるはず。なるほどね。あ、シャブハラたちが行っちゃう。ちょっとあの二人に会いたい。でもあっち行っちゃったらダメそうだな。え、今誰に見つかったの？逃げられんぞ。観念しろ。なんだよこのアップ。じゃあって、このアップはおかしいだろ。畜生。なんだよ、何がダメなの。消息は分かれよ。ほんで不明になるのはおかしいだろ。もたもたしてたから、なんか死角にいたのかな、警官が。ひょっとして俺の見えてない場所に。シャブハラたちにちょっと気を取られちゃったな。だってあの二人に会いたいじゃん。主人公同士がね、微妙に関わるのなんかもどかしいよね。ちょっと待って、こう、あ、スキップスキップ、ニュースの映像スキップして、こいつから回路を盗まなきゃいけないんだな。早く温まりポイントに行かなきゃ。よっしゃ、バカめ、バカ、無能。
ここに殺人犯がいますよ。殺人犯ではないけどね。で、シャブハラたちの聞き取り。OK、さっさと行こう。シャブハラたちと別れてしまうのは名残惜しいが。ゴーゴー。で、こっちには警察いたりしないか。何このビート。わー！何何？何の音だ？ちょっと待ってね、地図見てみる。若い男女。あー、何も言わずにいてくれた。ありがとう、シャブハラ。なるほどな、いい行いをしてた方がいいんだな、やっぱ。うん、出来心で悪いことしちゃいけないな。温まりポイント、やったー、やっと温まれる。じゅわーっと。オッケー。というわけで、ちょっと長くなりましたが、キリいいところなので、この辺でセーブしたいと思います。ではまた次回、ありがとうございました。